ピクミンの世界にはあまりにも悲しい名前の由来の生物がいるらしい。ようこそゲーム生物図鑑へ、ガイドのペイです。ピクミンたちの住む星 PNF404 にはその星固有の生物といわれる原生生物という生き物が多数存在し、日々懸命に生きています。厳しい自然界を生き抜くために様々な進化を遂げた原生生物たちは、その姿形も様々で、なんとも興味深い見た目をしています。そんな独特な見た目の生物たちは、名付けられた名前もなかなかに面白いんです。名付け親であるキャプテンオリマーの飼っている犬に似ていることから、飼い犬と同じ名前を付けられたチャッピーや、とっくりのようにしぼんだ口とふっくらとした胴体が特徴的なブタドックリ、カブトのような硬い殻をかぶっているカブリムシ、ピクミンたちを空からさらっていくサライムシなど、その見た目や行動から名付けられた名前は親しみやすく、原生生物たちが人気な理由の一つになっています。その中でも謎が多く特徴的なのは、くす玉状の丸いボディから雲のような足が伸びるダマグモと呼ばれる生物でしょう。今回はそんなダマグモの中でも最も闇深い悲しい名前の生物をご紹介いたします。それでは早速行ってみましょう。ピクミン2をプレイしたプレイヤーには、もしかするとトラウマとなっているかもしれないダマグモたち。そんなダマグモの中でも謎が多い生物は、百戦錬磨の穴と言われる洞窟の最終フロアに潜んでいました。そいつは急に上から降ってくる。象の足、和名スソビロツユハライ、ダマグモ科。ダマグモ科の生物は、ケイ素からなる外殻、軟質重金属の内臓など不可思議な構造をしていて、不明な点が多く、解剖しようにも活動を止めるとともに爆発、また爆発に至らずとも気化熱によって内臓が溶けてしまっているので、その構造は全くと言っていいほど分かっていない。解剖方法の確立と、それに伴う専門的な調査研究を待ちたい。以下、観察メモより。何か目的があって地ならしをしているようにも見えるが、そもそも目や鼻などの器官はどこにあるのだろうか、解剖ができない。凍らせてはどうだろう。原生生物図鑑の中でもかなり特徴的な描かれ方をしているゾウの足。ケイ素からなる外殻と軟質重金属による内臓など、もはや生物なのか機械なのかも怪しい個体ですよね。しかし生態を知ろうとしても、おとなしくさせた後にすぐに爆発してしまうため、死骸が残ることはほぼありません。まあそんなゾウの足をルーイ君はどうにかして食べてみたらしいですが、煮ようが焼こうが錆臭さが抜けず、食べられたものではなかった。そんなゾウの足はダマグモ科の中でもかなり珍しい進化をしています。ちなみに通常のダマグモはこんな感じ。十分に奇妙な姿ですが、象の足のまがまがしい雰囲気よりかは可愛らしいと言えるかもしれません。ダマグモに比べて円形の胴体がかなり肥大化しています。それと同時に足底もかなり大きいですね。まさにダマグモ界の重戦車。ダマグモ科の多くは関節部分が球体関節のようになっているのですが、象の足は昆虫の関節みたいなダマグモ科としては特殊な構造です。これだけの巨体を支えるには少し弱々しく見えますが、インナーマッスルがすごいのでしょう。さて本題に戻りますが、ダマグモ科の生物の多くはダマグモキャノン、毛ダマグモ、ハゲダマグモなど、名前にダマグモと表記されているんですが、なぜ象の足は象のダマグモとか象足ダマグモなどの名前にならなかったのでしょうか。この名前にはとても悲しい由来があるとされています。念のためにお伝えしておきますが、この名前の由来については任天堂が公式的に発表しているものではなく、様々な要素からそうであろうと言われている情報になりますので、あくまで考察だということをご理解ください。なんと象の足と呼ばれる物質がこの本当の地球上にも存在するのです。その
象の足と呼ばれる物質は1986年チェルノブイリ原発で事故が起きた際に生成された巨大な炉心溶融物の塊のことを言うのです。事故が起き、様々な物質を溶かしながら混ざり固まった塊の外見が象の足のように見えたことから、そう呼ばれるようになったということです。あまり明るい話題ではないので、これ以上深くは説明しませんので、現実の象の足について知りたい方は調べてみてください。象の足という名前にはそんな悲しい歴史がつきまとっていたのです。確かに象の足の巨大な足底はまるでその物体そのもののように似ているので、実際に参考にされたのではないでしょうか。しかし象の足に隠された秘密はこれだけではありません。別の生物の図鑑から新たなダマグモ科の秘密が見つかるかもしれないんです。そんな象の足と意外なつながりがある生物は、この見た目のゾッとする虫、タマゴムシ。和名タママユダマシ、タマゴムシ科。卵に寄生する虫、成虫になるとある種のメスだけが好む特殊なフェロモンを出しておびき寄せ、わざと自分を丸飲みにさせて宿主の体内に入り込み、産卵直前の卵に自分の卵を産みつける。タマゴムシの産卵方法は自らを食べさせることで体内に寄生し、卵に卵を産みつけるとは、なんとも恐ろしいですね。確かにピクミン2などではフィールド上に落ちている卵を割ると一定確率で湧いて出てくるので、この謎の卵の親に寄生しているのかもしれませんが、もしかすると象の足と関係があるかもしれないんです。ダマグモ科の生物は倒した後、丸い胴体がくす玉状に割れて中からアイテムなどが出てくることがあるのですが、なんと象の足を倒した後、胴体から大量の卵虫が溢れ出ることがあるのです。これが単なるゲーム的びっくり要素ではないとしたら、卵虫の図鑑にあったように特殊なメスのみがおびき寄せられるフェロモンに反応して卵虫を食べ寄生されたのだとしたら、ゾウの足はなんと産卵前のメス個体だったかもしれないんですよ。ダマグモ科の生物は謎が非常に多く、何をエネルギーに生きているのか、どうやって繁殖しているのか、すべてが謎なのですが、もしかするとこの図鑑はダマグモの謎を解く大きな要素になるかもしれません。悲しい名前を背負ったゾウの足の秘密が解明され、ダマグモの謎に迫れる時は来るのか、ピクミン4を楽しみに待ちましょう。さて、いかがでしたでしょうか。ピクミンシリーズは知れば知るほど様々な妄想が膨らみ、本当に楽しいゲームですね。外見的に一見苦手な生物も図鑑などを読み込むと興味が湧き、案外いいやつなのかもと思ったりします。ピクミン3デラックスが発売されて早くも2ヶ月弱が経とうとしています。もう遊びきってしまった方も多いかもしれませんが、ぜひ立ち止まって観察してみてくださいね。原生生物に興味を持っていただけるきっかけになれば嬉しいので、ぜひ感想や取り扱ってほしい生物などいましたらコメント欄で教えてください。このチャンネルではピクミンをはじめ様々なゲームに登場する生物に焦点を当てて動画を公開しておりますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。登録していただけるとぶっ飛びます。それではまた次回お会いできる日を夢見て、またね。